本局の意気込みをお願いいたします。そうですね、まあどの対局も、紙一重の内容というか、厳しい戦いが続いているので、そうです、スコアのことに関してはあんまり現時点気にしてはないんですけれども、そうですね、明日からの第4局に向けては、自分の、今出せる力を、全て出し切るという、そういう、それのみを考えて、臨みたいと思います。そうですね、可もなく不可もなくというか、そういう感じかなとは思いますけど、少しずつ手応えを感じている部分もありますし、まだまだという部分もありますし、ですけど、そうですね、そういったことは、あまり気にせずにというか、言っていってに集中するだけですね。そうですね、いい面も悪い面も出てるとは思いますけれども、そうですね、そのあたり、いろんな面含めて、自分らしくは戦えてるかなとは思っています。どうなんですかね、あんまりそれも気にしたこともないですけど、やはり非常に、移動の面では大変、近いということもあって、非常に、慣れ親しんだ対局場でもありますし、その辺では、いい気持ちでというか望めるかなとも思いますし、私の地元ということもありますけど、師匠が、お住まいということもありますので、そういった面でも非常に縁のある場所だなというふうには思っています。そうですね、もちろん厳しい戦いがずっと続いているので、そういう面での、疲れというか、もちろん全くないというわけではないと思いますけど、ただ非常に充実はしていますし、こういう生活は、そうですね、かなりもう長く続けさせてもらっているので、ある意味だいぶ慣れてきた面もあるとは思うので、その辺うまく、やっていきたいなとは思っています。